それもだ。今回もダメか。かすりもしてないな。本当だ、もう10回以上落選してますよね。うん、これもだ。これ1話分丸ごと捨ててますよ。いや、でもうちらより全然うまいんだけどな。漫画同好会の中じゃダントツですけどね。ダントツって、同好会はうちらとリナだけっしょ。漫画描くのもうやめちゃうのかな。いいと思いますけど。すごいいいんだけど、でもなんかどっかで見た感じなんだよな。あ、先輩それ言っちゃいます。だってあれでしょ、今回も魔法少女が大活躍系のやつでしょ。いいじゃないですか、翼の生えた天使。あの、やっぱこれキラキラすぎません？この間、東京の親戚のいとこが遊びに来て、土日一緒にいたんだけどね。あー、この間会った人、おしゃれじゃん。うざかった。え、何かっつうと、田舎はいい、いいって。なんかもう勘弁してほしいんだよね、こっちは。なんか空気が美味しいとか、あと食い物がうまいだとか、あとあれ、人がすごいあったかいとか。あったかくないし、地元の人間にロハスは禁句だよね。シンプルとか言っちゃってさ。シンプルだよ、そりゃ何もないし、田舎だし。絵を描いてる時だけこの世界を忘れることができた。昨日のような今日、今日のような明日、変わらない毎日、変わらない景色。漫画の中でだけ私は誰にでもなれて、自由にどこへでも行けた。でもそれは私だけの小さな世界、他の誰も認めてはくれない自分だけの夢。私が主人公になれる世界はどこにもない。おーい、カンチ。私カンチじゃないんですけど。あー、ごめんごめんごめん。いや、なんか落ち込んでるように見えたからさ。あんた誰？私はあなたを守る天使っていうね。嘘、まあ、本当は AKB48 のメンバーで前田亜美っていうんだけど、あ、てかあのキラキラした主人公の漫画やめちゃえば。いや、周りに素敵な友達いっぱいいるじゃん。せっかくのミュージックビデオなんだからさ、みんなのこと書いてあげなよ。どういう展開なのかよくわかんないんですけど。いや、私にだってわかんないよ。誰にだってわかんないさ、次の展開なんて。だから全部。変えちゃおうよ。Yeah.
あったあった最新号いやフライングゲットですね。まあね、そりゃもちろん一生懸命書いたさ、みんなと一緒にね。でも分かってる、現実はそんなに甘くないってこと。夢は夢のままだからいつも夢なんだよ。でもそんな現実の中でも自分に何かできるかもしれないって思うことが本当の夢だと思うんだよね。そしたらいつか私にも光が当たると思うんだ。いつかは分からないけど。